員連絡会の概要を報告いたします。まず小村副総裁からテロ等準備罪など重要法案は一致団結して成立をお聞きしたい。また私の方から二階幹事長は本日夜韓国から帰国をする。国会も残りわずか、重要法案の成立に向け政府与党一致結束していくとの発言をいたしました。また竹下国対委員長からは参議院ではギリギリの審議を迎えている、参議院のサポートに努める、本会議は明日14日以降案件がなくても連日立てて不測の事態にも的確に対応できるよう万全の体制を取っていく。また橋本参議院議員会長からは毎日山場だ、出口をしっかり見出して、そして吉田参議院幹事長から全力で取り組むとの決意、そして古谷選対委員長からは先週関東ブロック幹事長に都議選支援を要請、知人友人徹底していただくとの発言、そして茂木政調会長からは先週閣議決定された骨太方針、未来投資戦略、規制改革等を注視し、党として政府に適切な実施を求めていくとの発言がありました。役員連絡会の概要は以上です。それでは質問のある方お願いします。はい。共同通信の原口です。参議院の法務委員会の審議が山場になっておりますけれども、今日役員連絡会やもしくは役員連絡会が終わった後の懇談などで今後 その党の方針などについてどのような話があったか教えていただけますか。自民党としては会期内に成立をさせることに対して全力を尽くす、それが今日が最大の山場なので、昨日から参議院側として吉田幹事長の発言ですが、丁寧に何回も法務委員会、議事者間等々含めてですね、野党に対応してきているという話がありました。これから与野党の動向どうなるかちょっと読めないことがありますが、誠実にですね、今国会成立を期して対応していきたいと思います。すみません、本日ですね、与党側が採決を提案するかどうかというのが一つポイントになってくるかと思うんですけれども、その点についてはこれは現場で適切に判断されるということで現場にお任せしています。はい、一部お伺いです。関連してですけれども、今日参院の方、民会の方で参考人質疑を行った後に対政府質疑を決定されたわけですけれども、審議時間等でですね、野党側はさらに審議を進めているわけですけれども、与党側としては審議時間はそれなりに積み上がって審議としては充実したものになっているという認識なんでしょうか。今日午前中参考人質疑をし、午後、質疑をすればですね、大体20時間というメドは衆議院で30時間ということですから、他の法案と比べればですね、大体の採決に足りうる質疑時間に到達する、ああいうことで参議院のこれから現場の中でですね、できるだけ野党の理解を得るような形で今努力している最中であるというふうに聞いています。はい、日経新聞の上林と申します。フランスの下院選挙の件でお伺いします。現地の報道によりますと、マクロン大統領の新党が過半数を大きく上回る議席を獲得する見通しとなっています。既成政党の存在感低下が指摘されていますが、この選挙結果の受け止めをまずお願いしたいのと、あとは日本でも都議選を控えて小池知事が率いる都民ファーストの会が注目を集めていますが、今回のフランスの選挙から得られる教訓などがあれば教えてください。まずフランスでマクロン大統領の下でですね、新たな政党が下院で、圧倒的な多数を得るような大きな流れがあったということは、既存の政治に対する閉塞感をフランスにおいて国民の多くの方々が感じられた、その表れではないかというふうに思います。自民党も当然既存政党であるわけですから、日本にとってですね、
対して、そのような思いを持たれないようですね、我々自身が気を決めて、すでに自民党は改革政党であるし、また責任政党であるという期待感がこれからも続くような、そういう努力は党としてしっかりしていく必要があるというふうに思います。ただフランスのこの結果と都民ファーストは、実態は全然違うんじゃないかと思っておりまして、フランスの場合はですね、大統領が選ばれても、実際はその下院の多数派の党派が、政権を作ると、首相とか閣僚ですね。ですから、その大統領と、それから下院の多数の閣僚が違う政党であったらですね、なかなかフランスのトータル的な政策が進めることができないということで、これは大統領として当然自分と同じですね、考えの政党が過半数を得るための努力をすることになる。結果的にその結果、ねじれが、いわゆるねじれができない形で新たな政権が作るということになったという意味では、マクロン大統領が推し進めることも進められるという構図だと思うんですが、都議会議員選挙の場合はこれはフランスの大統領制と違ってですね、議員内閣制ですから、都知事も直接選ぶし、都議会も直接選ぶ、そして都議会はチェック機能ですから、内閣を作るとかそういうことではありませんので、ある意味では知事は大統領以上にですね、あらゆる権限を持っているんですね。都議会はそれに対して賛成するか反対するかということでありますし、そもそも今まで都議会、自民党ですね、予算案やあるいは条例案について反対したことによって、小池知事が進める政策が途中で頓挫したといった一個もないわけですね。ですから、是々非々ではあるけども、その足を引っ張るような野党としてですね、小池知事が政策が停滞をするとか、実現できないことは全くないわけですから、そういう意味では都民ファーストを作る意味が我々はないのではないかと、議会のチェック機能を結果的になくしてしまうようなことは、これはぜひ阻止したいということが、フランスの大統領選と、それから東京における地方自治の構図の大きな違いだと思います。はい、TBS に戻ります。民進党など野党4党がですね、党の閉じるまでに文科省内で共有されていたとして、総理の意向などと書かれた文書の再調査結果を求めているわけですけれども、まだ文科省では結果が出ていないということですが、代表として本選の方があれば、文科省が再調査ではなくて、追加調査をするといったわけですね。ですから、既存のいろいろと言われている文書について再調査する。改めて、文科省におけるその行政文書全体をですね、追加調査するということなわけですから、そう簡単に昨日発言して今日の昼までにというのは、それはやっぱり難しい話だというふうに思います。私は今国会、今週中にですね、これはぜひ明らかにしてほしいというのは文部科学省の方に党としても、要請しておりますが、しかしできるだけ急いではまいりたいというふうに思いますが、すぐパッと今日の昼までというのはかなり難しい話ではないかというふうに思います。他にありますか。はい、じゃあ以上で幹事長代行の会見を終わります。